はいどうもー、はい、楽しみにしてこの時間ですよ、大変なかなかお待たせいたしました。ごめんなさいね、すみません、本当にごめんなさい、もう長らくお待たせしすぎちゃいました。いやーごめんなさい、ちょっとね、あのいやー無理してきてから、帰ってきてから、なんじゃかんじゃなんじゃかんじゃしておったら、あ、マクドナルドでございます。なんじゃかんじゃなんじゃかんじゃしてちょっと時間経っちゃったんだけど、大丈夫でしょ、まだまだ大丈夫でしょ、ギリギリ。いやーもう体があれだから、うわーいいねこれ、あーいいね、体があれだからさ、ガリガリになっちゃうよと、食べないと、食べないと痩せて、木島君痩せすぎてガリガリになっちゃうよって、しっかりとしっかりと要求していた、そういうことでマクドナルドでございます、あたす。いやいや楽しみですね、楽しみですね。あ、はいはい、こっちを行こう。今日も暑かったね、暑くてさ、お久しぶりですテキサスバーガー、暑くてさ、今シーズン初じゃないかな多分、木島くん冷房つけてます。で、あースパイシー、これがスパイシーですよ、冷房つけてます、で扇風機もつけてます、うるさくないと思います、あの頭のモフもつけてるんで大丈夫だと思いますけど、いやいやいや今日はもう贅沢よ、今日はもう贅沢すぎるよこれ、こちらのとこね、燃えるからさ、やる気に火をつけよう、もうすごいもん、こっちかこっちか分からんけど、で焦がしニンニクラー油ソース、焦がしニンニクラー油ソースです。いやいやいや、ちょっと待ってくださいね、これもう飲み物も用意しとこう、用意、はあ楽しみ、あー楽しみだな。あれこのポテトは本当に M かな、これちょっともりもりじゃない、これ M ってこんな量入ってる、これ M のセットだと思いますよ、こんなにもりもり入ってるのもうありがたいねこれ、マクドナルドさんありがとうございます、好きです、好きですマクドナルド、今そのまあ何でも好きなんだけど、あれこれどういう風にして、ちょっとこれ、ね、サムネ用にもなるでしょう、うまくいけば、うまくいけばサムネ用にもなるでしょう、芋がもう冷めきっておりますが、バーガーは若干、これお店の責任じゃないですよ、木島がちょっとね帰ってきてからなんじゃかんじゃあったもんですから、してたもんですから、そうなったっていうだけの話、いけるかな、いけますかね、うわーこのスパイシーもこれ楽しみだね、これいけるかな、どうでしょう、うわいいね、あのポテト全然見えんわ、ポテト全然見えん、遠近感しよう、遠近感こうすれば、いやちょっと木島の顔が見えん、そしたら顔見えなくていいか顔は見えなくていいか、どうすか、縦にしないとバーガーって分からんか、そうだね縦にしないと、これ真ん中に行けばいいか、木島がこうか、こうか、これサムネに行けるか、これもうわからん、もういいや食べましょうよ、食べましょうよ、いただきます、あーつやつや、ごめんなさい、一番大事なこれマクドナルドの紙です、相変わらずいい紙です、もう触っただけでわかる、まだ熱いな、よし、甘っ、甘っ、あー美味しい、甘くて美味しい、甘い、甘くて美味しい、甘い、いやまずこのピリッとしたのいっちゃったらさ、ちょっとわからなくなっちゃうから、テキサスから行こう、テキサスから、いやお久しぶりですねテキサス、テキサスお久しぶりですね、あーいいですよ、ルビーとかあのもっと後の方だよね、テキサスはブッシュ大統領ですよね、いただきます、うん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 、ああ美味しい、テキサス、ああテキサスだ、完全にテキサス、うん行ったことないけど、ああ美味しい、
行ったことないけど、テキサスってきっとこうなんだろうと思うような味ですよ。そう考えると怖いね。どっかの国でジャパンバーガーとか出てたとしたら、あったらですよ、わさびべっちょべちょ塗って、あかん、すっごいマスタード、マスタードじゃない、マスタード、失礼しました、青じゃ、辛い、青じ、うん、青じね、そのか、辛い、その可能性がある。うん、うん、ああ、テキサスの人が食べて、これがテキサスだというふうに感じるかどうかは別として、僕が食べたら感じるし、美味しい。味が濃いよ、めちゃめちゃ味が濃い。マクドナルドの最近の路線はやっぱそういう方向なのかな。一時期ね、めっちゃめちゃ安い、20年ちょっと前か、あの時期牛丼もハンバーガーもめっちゃめちゃ安い、あの時期があって、その後1個1000円オーバーのね、ルビーとかなんかいろいろあったじゃないですか。僕も動画にしまして、僕始めた、だから8年、9年ぐらい前か、こうだったと思うから、ルビーしか覚えてないけど、名前は。そういう時期があって、あーからで、甘い、あーソース甘いわ、あ、辛いわ、うん、で今サムライとか、あ、味しっかりしてるからね。僕大好き、あのサムライマック。夜が3枚になってるのか、 あと鶏チもあるんだよね、新しく出たのね。また鶏チって、鶏チの肉はちょっとでかいんでしたっけ、それともチーズバーガーと同じサイズのやつが3枚だったら、チーズバーガー3枚の方が、チーズバーガー3つの方が断然お得だっていう話になっちゃうんですけど、サイズがちょっと大きいんだって。もう美味しいな。うん。出来たてだったらもっと美味しいんだけどね。このしなびたポテトも非常に美味しい。で、このナゲットですよ、赤いナゲット、何名前なんだ、スパイシーか、うん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 、これも美味しい、いつまでだっけ、あー美味しい。
もう一回鑑定があるの。焦がしニンニクラー油ソースなんです今回で、もう一個なんか合ってないソースが、あー、ハブジョイね、これ、うわうわ強いわこれは、いい香りだ。ちょっとポテト食べ過ぎたな、これポテトつけるんだったな、これいい香り、いい香りです。うんうんうん、おいしい。あ、うん、ちょっと待って、あ、おいしい。辛い、普通のナゲットにつけるんだよこれね。ご覧なら、もちろんこれも美味しいけど辛い。普通のにつけた方がいいよこれ、その方が生きるんじゃないかい。この限定のソース、あ、美味しいな。ポテトに辛いな、限定の、うん、ソースはさ、なくなっちゃうかな、早く買わないと。もうこちら品切れでございましてになっちゃうから、辛いな、うん、美味しいけど辛い。まさにあれだわ、幸せの、今日いらっしゃったんですよ長渕さんがじゃないですよ、中渕さん。ああ。道端というか広場というかで、でっかい声で、でっかい声だね、トンボを歌われてる。まあ年も僕と同じぐらいだろうな、体験も僕と同じぐらい、僕よりもちょっと重いかなぐらいの方がでっかい声でね歌ってて、弾き語りとかじゃないんですよただただひたすらひたすらただ一人立って なんかかっこよかった。すごい異質ではあるし、まあ、一般、僕一般的に言う上手というような歌が声でもない。でも離れたところに人がたくさんというか、ぽつり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 って、それはもちろん聞いてというか勝手に聞こえてくるから、皆さん聞いておられるだろうという中で、なんつうんだろうな、例えば音程が、音がしっかり取れてるとか、よく通る声だとか、そういうことじゃないんですよ。ぐっちゃぐちゃでガッチャガチャなんですよ。でもなんか僕は引っかかったし、かっこいいなと。だからその続き、聞こえたところの続き、僕も思わず口ずさみながら帰ってきちゃったし、ね、だからやっぱそれ引っ張られてるというか、影響を受けてるわけじゃないですか。で、今もまた思い出して話してるわけだし、どっでね、俺は俺であり続けたい、そう願った。あ、どこだったっけな、北へ向かった、北へ向かった、あ、ここだ、そうだ、何箇所か分からなくなって繰り返したりしてたんだと思うんですけど、北へ向かって北へってなってた、うん、
手だったと思う。そう、そこだったと思う。北へ北へ向かって北へってなってた、そうだったと思う。いいと思います。いいんです。中渕さんだってさ、そこ間違うんじゃねえというふうに思いやしないでしょうよ。そんなことは思わないでしょ。気持ちいいでしょ。知らんけど聞いてみない。なんだっけこれ、赤唐辛子なんだっけ、ジューシーチキン赤唐辛子です。ジューシーチキン赤唐辛子です。うんうんうん、うん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 、あ、うん、あ、おいしい。は、うん、おいしいね。これも辛いわ。今日の全部辛いな。これいいわ。うん、マクドナルドの鶏のやつってあんま食べないですけど、すごい美味しいな。鶏が、もうどの辛さが口に残ってて辛いって言ってるのかもう自分で分からないです。ごめんなさい。うん、でも鶏がすごい美味しい。あ、これいいわ。これいい。これすごい。うん、ああ、いや、ちょっと待って、江島くん、お腹いっぱいになっちゃったよ。お腹いっぱいになっちゃった。ごめんなさいね、なんか変な音もなったし。いや、しっかりとね栄養補給をしなきゃいかんということでやってるんですけど、まあ補給したね、完全に補給した。うん、あー、まあ、でもこれでゼロになってる可能性があるな。氷がこれでゼロになっちゃってる可能性あるけど、ちょっとこれスライドだ、ごめんなさい、これだけスライドします。だいぶ衰えました。あー、涼しい、だいぶ涼しかった。もう一個のソースも食べなきゃいかん、食べたい。だからまた近々というかやりましょうね。セットにしちゃダメか、単品単品単品で攻めろか。そうしましょうか。じゃないとスライドになる可能性があるから、なんかちょっと考えます。今日はテキサス、それと赤唐辛子のやつで、赤いナゲットポテトでコーラゼロ、これで全部ゼロになってる可能性があるからちょっと怖い。でソース
焦がしニンニクのラー油ソースのやつ、もう一個の当たるあの限定のソースのやつも食べて、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、カンバーチャーノル。